おはようございます。今日はサンゴでジギングとキャスティングタイヤバス、まあ今日ちょっとなんか霧雨みたいなの降ってるんですけど、なんか雨ではないみたいな予報らしいですね。から船出して出発です。今日はですね、ロッツのショッピングですね。タムジブジョーカーの方ですね。ジョーカーの、185。さあ今日釣れるかな、釣れるかな。素人のりにも釣れるかな今日は。ちょっとでも吉田さんに何か教えてもらったんで。サオ、これ何やったっけ。ナチュラルジャーグ、こちら違う、ナチュラルジャーグの、S643 です。で、リールが、シマノステラ SW の 8000HG で、ラインが、四つ編みさんのオズポートって感じですね。 G とかここはタイラバやね。タイラバは落として巻くだけで釣れる、誰でも釣れる。やっぱりマイトってなんかこう死を感じて釣れそうなポイントとかメーターとかあるんですけど、基本的に落としてマイトで誰でも釣れる、一番いい楽な釣りみたいな。あとまあ早く巻くや遅く巻くやぐらいのあれなんでね、難しいことです。ジギングとかはね、やっぱりこうなんかしゃくり方とかあるから、柔らかくしゃくった方がいいとか早くしゃくってI'm sorry.
窓あんだけなぶっとんのに下キラキラしてないですか。 100% 幸せですね。1ウロコぐらいやってもいいぐらいなのにね。0ウロ平らばちゃいますか。逆にこれもすごいあげた。シラス漬けティジベートやね。ティジベートですね。超近かったよ。めっちゃ美味しそう。タイおー、ブリっぽいな。これブリっぽいな。あ、今こっちブリ一品とメジロ一品とタイ一品がありました。はい、あとね、濃いめのカルピス、濃い方がいいの。すごい鳥山、大鳥山になってます。近い近くない。近くないけど、大鳥山、大鳥山になってますわ。うわ、大きいよ。場所が関西からあんまり行くかもしれないですけど、一回来てないですよ。雰囲気ないから動きますね。めっちゃ走った、めっちゃ走った。めっちゃ青もさ。食った食った食った吉田さん食った60ペートぐらい食った言うとったら食いましたね。最初したら食れちゃうか食った来ました来ました吉田さん1頭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 早巻きで食うたわ。メジロや。メジロですわ。おお。ヒラマサっぽいけどメジロやろ。ドラム。
だし。ここのね、タンゴはね、塩がないから早巻きしてこう魚のガスをあげて食わせるタンゴジャークっていうのがね、有効なんですね。もともと僕がやってたあのコンビネーションジャークっていうののここバージョンですね。基本早く巻いてミドルジャークで食わせのタイミングを入れていく。早巻きで活性を上げて食わせのタイミングを入れていく。これが基本形です。ただこの食わせのタイミングも早く巻いてワンピッチっていう、こういうやり方もあるし、こうふわふわやるパターンもあるし、ね、ただ早く巻いて止めてしまうだけで、基本ね、だから早く巻いて減速っていうのがこの釣りの基本です。から持てる力で思いっきり早く巻いて、まあ、大体10メートルか15メートルですね。で減速のしゃくりを入れれば追いかけてきた魚がそこでスパッと食べる。そういうのがこのタンゴの釣り方のパターンです。ぜひやってみてください。真下、もうそこから3メーターワンピッチで1、2、3で食いました。じゃあ試合振ったね。これは余裕のメジロですね。無理ではない、ドラッグも出ない、無理ではない。そう、先生みたいなワンピッチ、そう、そんな感じ。上がってきたよ。はい、毎度メジロ無理か。いやー、食いづらいな。ダブルヒットっすよ。メジロっすよ。あ、僕の方がちょっと大きいかな、吉田さん。気持ちはお茶ほどの大きいかな。いやどんぐりやろそれ。いや、そっちこれ。ほらほら。
方が大きい。立体立体立体。メジロ2匹ゲットしました。今日のこの渋い中、結構釣れとっすよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画と最新動画はこちらをクリックすると見れます。チャンネル登録、通知、高評価よろしくお願いします。